サーム級フリゲートは、イラン海軍のフリゲートの艦級、イギリスのボスパー社のマーク5フリゲートの設計を採用している。発注当初は、駆逐艦と称されており、収益当初は護衛駆逐艦の艦首記号が付されていた。また、艦名はいずれも、シャーナーアメの主要登場人物に由来していたが、イラン革命後には、三学名に改称された。イギリスのボスパー社は、 旧イギリス植民地を含む開発途上国への感染輸出事業に乗り出しており、1960年8月には政府から講演を受けるための交渉に着手していた。フリゲートコルベットとして最初に市場に投入されたボスパーマーク1コルベットはガーナ海軍のクロマンツェ級及びリビア海軍トブルクとして計算席が建造され、 1964年から1966年にかけて順次に収益した。またこれと並行してガスタービンエンジンを導入した高速のフリーゲートの開発が進められており、後にこちらに軸足を移していくことになった。イラン海軍はペルシア湾で最有力の海軍力であり、1960年代諸島からはアメリカが衆国を呼び、イギリスを主体とする。 西側諸国からの援助を受けて海軍力の整備を進めていた。この一環として1966年8月25日、イランはボスパー社にマークゴーフリゲート4隻を発注した。これによって建造されたのが本級である。上記の経緯より本級はボスパーマークゴーフリゲートの設計を採用している。当時、 海軍本部の内部規則に準拠した設計では、必要以上の対衝撃性となっていると判断されたことから、本級の設計にあたっては、慎重な検討による対衝撃性の最適化が図られており、当時の西側諸国海軍よりもやや脆弱な構造となっている。これにより、建造価格は2、3に低減された。また自動化やユニット化の推進により、省力化も図られている。 上部構造物はアルミニウム合金製となっている。艦内には空調が施された。なお現、ユラ装置として陰ン,ン式のフィンスタビライザーが装備された。手機としては、16機頭のパックスマンベンチュラディーゼルエンジンとロールスロイスオリンパス TM3 映画スタービンエンジンをコドック方式で組み合わせて、カメは射精の可変ピッチプロペラを駆動する方式とされた。手機は、 遠隔操縦方式とされている。なお、蒸気の構造規格のダウングレードと合わせて、水中放射雑音低減のための手機の防振防音指示措置もダウングレードされた。本級は1250トンという排水量に比して、極めて重武装の艦となった。レーダーとしては、対空、対水上捜索用に、プレッシー AWS-1、下機管制に、 コントラベス社製の新ハンター RTN-10X を搭載した。また、ソナーとしては、創作用に174型、目標捕捉用に170型を搭載しており、高速時の抵抗低減のため、ソナードームは陰見式とされた。艦砲としては、前期立て増加2隻では45個計 114mm 連装砲を搭載したが、 後期建て造艦2隻では55口径1 1 4トル炭装速射砲に変更され、前期建て造艦でも1975年から1977年にかけての改修で同様に完走された。また完備に90口径3 5ト、mm、ル連装機銃を搭載したほか、対空兵器として、先手牢甲板前端部にシーキャット股間防空ミサイルの3連装発射機が、 搭載されたが、こちらは1988年に、ソビエト連邦製の80合計 23mm 連装機銃に、乾燥され、1991年頃からはさらに85合計 20mm 単装機銃へと乾燥された。対艦兵器としては、イタリア製のシーキラー艦対艦ミサイルを採用し、艦尾艦板に箱型、旋回式の4連装発射機を設置した。 ナオコのミサイルは、イラン以外では採用されなかった。その後、1996年から1998年にかけて、中国製の C-802 の連装発射塔2機に、換装された。また、対戦兵器としては、臨防対戦迫撃砲を採用したが、2001年頃より、単魚雷発射管に換装された。これは退役したバーブル級からの流用品である。 可能性が指摘されている。本級の3.4番艦であるサバラーン及びサハンドは1988年4月14日にアメリカ軍が行ったプレイングマンティス作戦において米海軍と交戦している。この交戦で米空母エンタープライズから発進した艦載機の攻撃でサハンドは撃沈されサバラーンも大破した。 サバラーンの修理は1989年中に完了したとされているが、速力面で大きな制約が残っていると見られている。ありがとうございます。